それではゲストの登場です。今日はこの方です。自己紹介お願いします。ディーン・フジオカです。よろしくお願いします。あの今日だけちょっと映像つけて配信したいところですけどねと、聞きながら思ってるあのファンの方もたくさんいるんじゃないかと思うんですが、だいぶ青いですね今日。そうなんです。今日あの靴までそう、全身青、全身青で、ねもう常にいつでも運動できるような格好で本当ねなんかこれも走ってスタジオまで来たんじゃないかっていうみたいな感じですよね。かっこいいんですよそれがまた。ありがとうございます。はい、あのちょうどね出演が終わったところでの写真も撮ってアップしますんで、ぜひ見ていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。はい、ビートプラネットは初登場ね、はい、なんといってもまあディーン・フジオカさん、もう知らない方いないんですけど、やったついに呼んでいただきました。いやいや、そうなんですかいやそう言っていただけて、よかった。番組4年やってて、はい、ありがとうございます。そう言ってもらえる機会があって嬉しいですね、はい。まあ皆さんもちろん俳優とか映画業界でも知られてますが、実はミュージシャンという一面もお持ちで。音楽大好きです僕。ねえ、実はデビューのきっかけも音楽なんですよね。はい、そうですね。はい、あの飛び入りラップしたのかな。まあ遊びもなんていうのかな、本当にこう冷やかしみたいな感じなんですけど、はい、香港に行ってすぐの時にとあるクラブでオープンマイクのイベントやってたんですね、はい。でまあ DJ がいたり、あのキーボーディストとかサクソフォンとかいろんな楽器がセッションしてて、はい、でまあボーカリストとかラッパーとかがいて、でまあアメリカの時もヒップホップどっぷりだったんで、あそっか、アメリカ渡ってた時はもう超そういうシーンの時に、ブラックミュージックどっぷりみたいな毎日だったんで、まあ遊びでこう車の中でね、あのビートボックス誰かがやったら、あの下手なモノマネみたいな感じでラップをやったりとか、出たノリで香港でもそれをやってたら、うん、たまたまそのお客さんに現地 そのファッション雑誌のエディターの方がいて、うん、で、まあ、モデルやってみないかっていうことで声かけていただいたのがこのお仕事に入る、この世界にあるきっかけになりました。じゃあ音楽が好きじゃなかったら多分今ここにいないってことですよね、はい、そうですね、すごいですねどういう音楽をその、はい、ヒップホップとかそのアメリカでは聞いてたんですか。そうですね、僕もう本当に何だろうな、ウエストコーストの当時、例えばジュラシック5とか、はい、まあ、ナズとかもすごい聞いてたし、あの普通にライブでじゃあ PDD 来たら見に行ったりとか、そうなんだ、もうあのギャングスターなところから、はい、コンシャスな、ね、うん、コーモンとかが来たりしたら見に行ってたし、はい、なんか一通りそうですね、ブラックミュージックどっぷり聞いてましたね。じゃあ趣味はブラックミュージック寄りなんですか。そうですね、もうディアンジェロ毎朝聞いて学校行くみたいな渋い大学生でちょっと待って、もうかなり大人なサウンドですけどねいや今僕も好きですけど、好きですよねきっと、うん、でも大学生でディアンジェロ、いや渋いですね、どっぷりでしたね。それ目覚めいいかな。そうなんですよねいい質問ですねそれなんかちょっと学校行くのはちょっと遅れそうな気がするけど、そうなんですよね、まあでももう本当に好きで聞いてましたね、あの黒い音楽どっぷりって感じで、その前もともと日本で生まれ育った時は、はいはい、やっぱり洋楽志向だったんですか。いやどっちもっていうんですか、僕の母親がピアノの先生だったんで、はい、結構普通にこうオーケストラの CD がかかってたりとか、うん、ピアノの曲がかかってたり、はいはい、あと父親がまあ海外によく行く仕事をしてたんで、うん、それで当時レーザーディスクとか懐かしいそういうものをいろいろ買ってきてもらって、マイケル・ジャクソンの PV 見たりとか、なんかいろいろそうですね、音楽とか映画とかで日本以外のものも触れたし、うん、でもまあやっぱり母親が普段こう鼻歌で歌ってるのが例えば松任谷由実さんとか松田聖子さんとか、はい、うん、そういう日本のすごく素晴らしい歌謡曲のものが自然とこう流れてたりもしたんで、なんかあんまり気にせずどっちもっていう感じで聴いてましたね、うん、そういういろんな、まあでも面白いですね、家庭環境もあっていろんな音楽がミックスされたものが、うん、まあ、はい、ディーン・フジオカさんの今のなんていうか音楽の趣味を作り上げてるごったにって感じですね、ごったにいい意味でね、はい、で、今月新曲をリリースされて、はい、これがヒストリーメーカーというね、はい、いい、曲ですが、メッセージ性が強いですね。ありがとうございます、どんな思いで。まあ、最初こう曲を作ってほしいってオファーをいただいたんですけど、ね、はい、ユーリオンアイスっていうフィギュアスケートのアニメのオープニング、はい、テーマ曲を作ってほしいと、ね、でそれでまあそのフィギュアスケーターの方だったりオリン
ピック選手とかそのプロのアスリートの方々に向けた曲を作ろうと思ったんですけど、はい、なんか書いてるうちにだんだん別にスポーツの道だけじゃなくてもいいなと思って、うん、もうどんな業界でもどんな世界でもそのチャレンジをし続けてる人たちに向けて応援歌が作れたらいいなと思ってこの曲に思いを込めた感じですね。勇気がもらえる曲ですね。うん、一緒にね未来を作っていこうみたいな感じの。じゃあ聞いてみますか。ご紹介いただけますか。ぜひ聞いてください、はい、ディーン・フジオカでヒストリーメーカー。まあ、今日のゲストディーン・フジオカさんのヒストリーメーカーでした。ありがとうございます。はい、この曲は、はい、自分で作詞作曲ですよね。そうですね、打ち込みも全部自分ですか。ですね、打ち込みはDJ スモーっていう僕 のアルバムを2人で作ったんですけど、はい、まあ、パートナーの彼がジャカルタから東京来てくれて、うん、はい、でプログラミングだったり、まあ、ミキシングとかいろいろやってくれて、うん、でまあ、作詞は自分でやって作曲はですね、はい、もう2人日本 の音楽家の方と、うん、コラボしてて、梅林太郎さんと、松柴拓さんが最初のメロディーの叩きとかあとオーケストラアレンジとかをやってくださって、はい、で4人でこの曲を完成させた感じですね。壮大になってるのはそういうオーケストラアレンジもあるからですね。やっぱりすごい特殊技能ですよね、オーケストラのアレンジって。そうですよね、譜面全部ね、楽器ごとに振り分けなきゃいけないし。なるほど。今ね、ちょうどジャカルタって話ありましたけど、はい、3月にはサイクルってアルバムも出しましたが。そうです、今年出しました、はい、ね、これもその音楽、まあ、活動のきっかけは香港って話ありましたけど、はい、原点はインドネシアなんですって。そうですね、アルバムの制作はもう全部ゼロからインドネシアでジャカルタでやって、うん、で、まあ、最初はセッションミュージシャン そこら辺にいる人たち集めて、はい、バンド組んでデモ作って、そうしてるうちにその DJ スモーと出会って、はい、で彼と、まあ、すごく意気投合してやってこうってなって、うん、でその時はまだ日本でもう仕事を日本のお仕事ってしたことなかったし、そのまだ日本でのデビュー前だった。そうなんです、だからもう本当にこう DIY というか、はい、お金なくなったらまた台北戻って俳優とかモデルの仕事して、でちょっとまた落ち着いたらジャカルタ行ってシコシコ作ってすごい、ね、っていう往復の生活してましたね当時。じゃあこれをなんとか形にしたいという思いがずっとあって、その俳優業とかもモチベーションが上がってたってことですか。そうですね、だから俳優業で稼いで、はい、そのお金を音楽で、はいはい、散財するっていうんですか。いやいや投資するって言ってください。あ、そうですよね、じゃあもう今こうやってリリースするっていうのは、まあ、したっていうのは、はいはい、感慨深いんじゃないですかね。いやもう奇跡です、僕にとって。これが世にこういう形で出させてもらって、しかもまあこうやって日本でお仕事をさせてもらえてるっていうのが、やっぱ当時どっかでなんか諦めてたというか想像できなかったんですよね、うん、自分はきっと一生日本で仕事する縁はないだろうなって思っちゃってたんで、はい、どっかで、うん、じゃあ本当にこう香港とか台湾とか、はい、あとインドネシアで仕事していくのかなみたいな、そうですね、 なんかやっぱりこうすごく遠い国日本みたいな感じだったんですけど、まあ、今やね一番近い国になりましたけど、もともと生まれた出身が、ねね、日本なんで、なんか本当にありがたいですね。うん、言葉もすごくたくさん喋れるのはやっぱもともと才能があるんですか。どうですか、まあ、家庭的に見てもどれも中途半端なんですけど、でもやっぱ父親のおかげですね。僕の父は中国の生まれなんですね、はい、でちっちゃい時から、まあ、英語を教えてくれたり、うん、まあ、中国語をちょこちょこっとこう生活の中でなんか、じゃあ例えば一緒にお風呂入って湯船使って10数えるのが中国語だったりとか、はいはいはい、そういうレベルでなんですけど、教えてもらったりしてたのが、ね、何十年経って自分のこうすごい人生を助けてくれるようなプレゼントになって、当時サイクルアルバム書いた時は長いこと日本語使ってなかったから、はい、どうしてもこうスタートした言語と文章を終わらす言語一つの言語で全部いくっていうのができない時期がちょっとあったんですよ。確かにいろんな言葉入ってますよね。ですごくなんか落ち込んでたりとかしたんですけど、まあ、でもまあ、ポジティブに切り替えて、うん、もう自分は偽れないじゃないですか、自分のままでやるしかないみたいになって、はい、まあ結構こう2言語とか3言語が混じった曲がある感じになったんですけど、うんうん、僕らから聞くとそれが逆にボーダレスですごくいいですけどね、うん、パッと中国語のラップがあったりとかまた英語になったりとか、うん、なんかやっぱどう自分と向き合うかなんでしょうね、きっと。あんまりこう当時そのちょっと信じる心が弱かったのかもしれない、うん、言って言うんですか、うん、でもそれがこう
素直に向き合ったからこそ形になったんじゃないですかね。最終的には本当にまあすごいな、遠回りしたけどまあ完成してよかったなって。いやすごい重いですね。サイクルも合わせて、はい、まだ聞いてないという方はぜひぜひ、ディーン・フジオカさんの原点のね、うん、アルバムでもありますんでチェックしていただきたいと思いますが、そしてライブが12月22日、はい、パシフィコ横浜国立大ホール、ね、これまたどうですか、大勢の前ですが。そうですね、このサイズでやるのは初めてなので、はい、まあ、今からちょっといろいろ準備をしているわけなんですけど。早いですね。やっぱり普段俳優の仕事で映画とかドラマを撮りながらなので、その合間になんとかこう時間を作って、リハやったり、まあ、新曲作ったり、とにかくこう来年2017年もっと音楽たくさんやっていきたいなと思ってるんで、だから今年年末、まあ、横浜だったり、はい、大阪でもその後大阪城ホールやるんですけど、なんかミュージシャンとしてのキャリアのある意味スタートというか、ライブ活動の、ね、今からやりますっていう宣言ができるようなものを作りたいなと思って。いいですね、頑張ってます。じゃあ今おっしゃったように来年はもっともっとリリースもそうですねしたいし、はい、期待しても大丈夫ですか。ぜひ楽しみにしててください。またじゃあぜひ来てください、はい、今度は日本制作のアルバム、まあ、そうですね、サイクルはもともとね、はい、そのジャカルタで始まったアルバムですから、はい、今度は日本で完成させられるようになったらいいな、ね、今回、まあ、東京でコツ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 今曲書き溜めてるんで、これが来年一曲一曲アップできるように頑張ります、はい、じゃあこれをきっかけでまたビートブランディングにもぜひつどつどいつでも来てください、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日のゲストはディーン・フジオカさんでした。ありがとうございました。